ねえ、そこの君そうそう、君だよ。ごめんね。ちょっと話があるから、こっちに来てくれないありがとう。そうだね。ようっていうのは、ちょっと眠っててほしいんだ。<laughs> やったー。やっと捕まえられた。 誰かに見つかる前にさっさと運んじゃう。やあ、おはよう。ごめんね。いきなり気絶させて、こんなところに監禁しちゃって。お前は誰だなんでこんなことしたのかって私、君のことずーっと気になってたんだ。小さい頃に君に助けてもらったことがあって、 それからずーっと探してたんだよ。今の時代は便利だよね。名前を検索するだけで、だいたい身元がわかっちゃうんだから。それで君のこと調べて、そばでずーっと見てた。最初はそれで我慢してたんだけど、だんだんお世話が聞かなくなっちゃって、私の家まで連れてきたくなっちゃった。 君も私のこと気づいて意識してくれてたんだね。嬉しいな。それに君が最近変な女と会ってたからさ。そいつに取られる前に、私のものにしなくちゃいけないかなって思って。それも理由かな。ねえ、あの女誰なの前はあんな奴と一緒にいなかったよね。答えてよ。 本当のことを言わないとどうなるか分かってるよね。えはあなんだとてめえ。誰がストーカーだってもう一度言ってみろよ。こっちはずーっとお前のこと愛してるのに、お前はあんなポットでの女のことが好きだっていうのかよ。言っておくけど、 私は十何年前もお前のことを探してたんだからね。人の愛を踏みにじっておいて、舐めたこと言ってんじゃねえよ。お前のこと寝るままシーンで探しに探して、やっと見つけたっていうのに、そんな生意気な態度取り上がるかふざけるなふざけるな。何泣いてんだよ。泣きたいのはこっちだったのに。 あの女は誰だ答えないと本気で痛い目を合わせ私は雑魚のお前を気絶させるくらいの力を持ってるってこと、忘れるなよ。んー、そう。人をストーカー呼ばわりした挙句。他の女と浮気かよ。どこまでもお前らはクズなんだか その女は後で片付けるとして、お前も少しは教育した方が良さそうだな。この後にをんでまだ口答えするかこれは、お前のことを毎日殴って殴って、誰のものかわからせるしかないな。気絶しても、死にそうになってもやめないからな。 お前のその女の記憶が飛ぶように、体にたくさん教え込んでやるよ。誰のものかわかるようになったら、気持ちいいこともさせてやる。それまでは、お前のこと、どんなに泣きわめいても、絶対に逃げられないように調教してやるからな。